スクリームの料理が作りたいです。まず、どんな味がいいですか？アイスクリームの中で、どんな味が一番好きですか？チョコレートとストロベリーとミントとリンゴと桜が大好きです。すごい！アイスクリームが大好きですね。でも、チョコレートとストロベリーとミントとリンゴと桜の中でどれが一番好きですか？ミントが一番好きです。今ボールがいります。大きいボールと小さいボールとどちらの方がいいですか？大きいボールの方がいいです。たくさんアイスクリームを作りますから。スプーンがいります。メトルのスプーンと木のスプーンとどちらの方がいいですか？木のスプーンの方がいいです。次に材料を出してください。牛乳とシュガーとクリームと少しミントを出して。ボウルに全部材料を入れましょう。全部材料を混ぜます。10分混ぜてください。味をつけたから今がいい時です。私はミントが一番好きの味だから作りましょう。今ボウルにミントを入れます。今冷凍庫に入れます。アイスクリームを作るとき、まず冷凍庫を片付けましょう。アイスクリームが食べたい。少しアイスクリームがなくなっている。泥棒が食べてのアイスクリームは私が欲しかった。ローラさんはどこですか？すごい！ローラさんは強そう！アイスクリームを食べました。今日、私の体は変。すごい！スーパーパワーがあります！スーパーになりたい！私も！このアイスクリームが一番美味しいですよ。